こんにちは。こんにちは。谷水力です。丸山俊です。はーい。ということで、トークテーマがお互いの良いところっていう、ね。良いところ。なるほど。いやー、生きてればいっぱいありますよ。ありますね。もうね、数えきれない瞬間のいいところは。もう数えきれないよ。もう今、もう、生き、日本すごい。もう数えきれない。尺が僕だけで終わっちゃう、僕だけで終わっちゃうんじゃないですか、これ。尺が。まあ、でもじゃあ俺から言っていいですか、ね。ああ、そうくるね。はい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 。あのね、まあ、たくさんあると思うし、今から違う人でこうどんどん取っていくと思うから、はい、いろいろ言われると思うんですけど、あえてこう言われないだろうという、言われないというか、こうあんまりピックされるようなところじゃないかもしれないところを、まあ、多分年的に俺の方が上だと思うから、はい、多分俺の目線で話すんだけど、その後輩としてしっかりこう絶妙な距離感で来てくれるじゃん。どうしても歴が長くなったり、なんだろう、こう顔がさ、顔なじみになってきたりするとさ、うんうん、どっかでちょっとさ崩れる瞬間とかさ、はい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 、その崩れていい崩れ方はもちろんいいんだけど、うんうん、ちょっとあれこれは、あー、なるほどね、ヒヤッとする、はいはいはい、第三者から見てヒヤッとする瞬間がマジでないです。お、マジですか？絶対ない。本当に誰、違う、その力と違う人だとしても俺はそれを 見たことがないというか見えないから、おそこがすごい後輩としてのその後輩力というか、はい、嬉しいですね、がすごいなって思う。これ、あこれいい、言われないと思うよ。言われないですね。言われたらもう一回取り直そう。オッケー。誰かにこれなんかいい企画ですね。うん、もうこの褒めてくれるような、はいはいはい、後輩力、なるほどです。そういうんだったら、うん、あもう先輩力というか、うん、今考えたでしょ。いや違う、俺はもうずっと思ってることよ。なんかそのオーラっていうんですか、空気感、しゅんくんから出てくる空気感みたいな、なんかいると分かるんですよ。こう、例えばこの、まあ今日もこう来て、うん、現場入ってしゅんくんこう来たら、あ、しゅんくん来たなっていう空気感でなんか分かるんですよ。っていうのは多分なんか本当にしゅんくんがこうフランクに接してくれる人だし、うん、こうまあなんていうんですかね、ピュアっていうか、なんていう、なんなん硬くない、そう、硬くないし柔らかいしっていうこう性格を持ってるから、うん、そういうなんか、あ、しゅんくんだっていう、うん、なんか落ち着けるし、ちょっとし話にも行きやすいし、いっていう、まあ面白いしおしゃれだし、いっぱいあるね。やったー。やったぞ。めっちゃ気持ちいい今日。いやこれいいっすね。ね、いいでしょ。この企画いい。どん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 言われて。これからね。羽ばたいていこう。羽ばたいていきましょう。うん、今日ありがとうございます。ありがとうございます。まとまったんじゃないこれ。いい感じに、ね。いい感じですね。俺はだからそのりっくんはだからもう後輩力がもうすごい素晴らしいですということに絞りました。じゃあしゅんくん、俺しゅんくんはまあ。先輩力、まあ、空気感、はい、これからもいい後輩で会ってください、ね、いい関係で行きましょう。じゃあこんな感じで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。